よし、予定通りだな。お前はさっきの。人の会か。緊急放送、緊急放送、特殊二課が救助活動に到着しました。19階西側リフレッシュスペースよりレイバーによる救助活動を行います。ビルに残っている方は19階西側にお集まりください。名前まで同じなんて。みんなはお姉ちゃんが死んじゃったっていうの。ひどいよね。美穂ずっとお姉ちゃんを探してたんだよ。この高いビルの上からなら遠くまで見えるでしょ。だからお姉ちゃんも見つけられると思って来てたんだ。ごめんね、心配させちゃったね。そうだ、お父さんに会いに行こうよ。まだ病院に入院してるの。しばらくこの子のお姉さんのふりをするわ。ここを出るまでちょっとでも安心させておきましょう。今はこの建物から出ましょう。緊急放送、緊急放送、特殊二課が救助活動に到着しました。19階西側リフレッシュスペースよりレイバーによる救助活動を行います。ビルに残っている方は19階西側にお集まりください。
それじゃあここで待っててね。美穂すぐに探してくるから。あまりひどく崩れているわけではないみたいだけど、本当に大丈夫？物を探すぐらい平気だよ。お姉ちゃんは心配性だな。ところで消火器ってどんなもの？消火器は赤くて重くて、赤くて重くてピカピカしたものだよ。赤くて重くてピカピカしたものだね。わかった。じゃあちょっと待っててね。
げられると思うなよ。おとなしくするんだな。よかった。